1610年に完成した総特定。現在は博物館になっている。総特定は何、世紀もニューメキシコ州の首都に指定されてきたサンタフェの中心地にあるアドビによる建築物である。総特定は米国によって継続して占領された最古の公的な建築物と言われている。1610年、アメリカ南西部の大部分を占めるスペイン領地の 新人の知事、ペドロ・デ・ペラルタは、総特定の建設を始めた。その後、1680年のプエブロの反乱、1693年から1694年のスペインのレ・コンキスタ、1821年のメキシコの独立、そして最終的に1846年のアメリカの所有を見ながら、ニューメキシコの領土と同様に邸宅の所有者が変わった。 邸宅はもともと一時は現在のテキサス州、アリゾナ州、ユタ州、コロライド州、ネバダ州、カリフォルニア州、そしてニューメキシコ州の州を含んでいたスペイン領地、ヌエボメキコの主張の官邸として認じられた。メキシコ独立革命の後、メキシコ領ニューメキシコ州は総督邸から統治された。ニューメキシコがアメリカ領として併合されたとき、 邸宅はニューメキシコの最初の州都になった。南北戦争の期間には建物はちょっとの間アメリカ連合国軍の地方本部にもなった。1909年ニューメキシコ州立法府がニューメキシコミュージアムを創立した時、総特定は州の歴史博物館になった。ありがとうございます。